小ヤギチャンネル、まっしゃい。はい、どうも、毎度小ヤギです。本日はですね、ちょっとゲームのプレイ動画というよりかはですね、雑談に近い感じですかね。ちょっとおすすめのね、メダルとか紹介していた、いけたらなと思うんですけども、最近ね、ちょっと実況する余裕がなくて、ゲームするにあたってはね、ほぼほぼ毎回録画してるんで、画面をその録画データ切り取ってね、アップするみたいなことちょっと増えてきたんですけども、たまにはね、がっつり真面目にね、お話ししたいなというところでですね、まずメダルなんですけども、YouTube 外ですね。YouTube 以外で、Twitter とかね、あと TikTok とかもしてるんですけども、DM とかでね、おすすめのメダル教えてくださいだとか、あとグループ LINE もね、ちょっと2つぐらいあって、あと Twitter のコミュニティみたいなところとか、あとロビーとかいろいろあるんですけども、もうこれは動画作った方が早いかなっていうところで、他の実況者さんも、メダルについては散々おすすめとか、YouTube でアップしたりしてるんですけども、小ヤギなりのね、おすすめを、していけたらなと思うんですけども、大体かぶってくるんじゃないかなと思うんですけども、他の実況者さんのおすすめとかは、あまり詳しく知らないんで、かぶってたら、ごめんなさいというか、かぶってるということは、それだけいろんな方が強くおすすめするメダルっていうことですから、ぜひね、それ真似して、組み合わせていただければと思うんですけども、基本的に、3つね、星6レベル100っていう想定で3つつけれるっていう前提でお話ししていきます。で、今ね、この黒ひげについてるのが、ルフィ。で、この、1、2、3、4、5、6個。6個タグがあるんですけども、このね、3パターンですね。2年後ルフィとスタンピードと、ギア4ルフィのこのメダルは、タグがね、こんだけ重複するんですね。めちゃくちゃ強いんですけども、タグってね、この一番上、ドレスローザとか、こっちのね、スタンピードとか、スキル1の短縮になってるんですけども、こっちね、2年後。これの短縮がね、同じルフィだとつかないと。だからこれをね、例えば1個外してあげて、同じ2年後系、こういうブルックとかね、つけてあげると。で、ブルックをつけると超人系とかね、もう、一緒にタグがつくんですよ。で、もちろん麦わらの一味をね、これスキル2の短縮、スキル1の短縮、で、回避。なので、超人能力者も結構、大事ですよね。回避短縮ってありがたいじゃないですか。で、ここで、例えば、同じ2年後系ね、いっぱいいますよね、キャラ。で、例えばね、ゾロとか、あとはロビンとかかな、がおすすめなんですけども、ゾロだとまた効果が変わるんですよ。でね、ちょっと、見つけるのに時間がかかりますが、これ2年後ですね。これね、つけると最悪の世代とかかぶってくるんですよね。もう一回外しちゃいますね、ナミさんから。で、この場合の効果としては、自チームのお宝確保数が敵チームより少ない時に、うんちゃらくんかんちゃらみたいな与えるダメージ、これ3セット効果 10% ってなってますけど、っていう効果なんですよ。だから個人的にはブルックの方がいいかなと。で、あとロビンも、ブルックと一緒かな。超人系がつくんですけども、ロビンのメダルを探すのも、大変なんで、あれですけども。こういう組み合わせね、ルフィもいいけども、ルフィゾロとか、ルフィ、ブルックとか。で、これは2年後で合わせてるんですけども、例えば、
このドレスローだとかさっきのスタンピードで合わせてスキル1もスキル2も短縮すると、まあ、そういったイメージですね。タグの数は確かに減りますね。減るけども、まあまあこれはね2年後も重複してるんで、ただあのね、例えばね、同じタグが重複しても 14% でしょ、1回目は。で2回目は、20% が上限なんで、かぶせてスキル2の、タグとスキル2のタグで 20%、 スキル2のタグ1個とスキル1のタグ1個で 14% だったら、こっちの方がね個人的にはいいんですよね。うん、結果としてはね 28%、 まあ合計値で言えばですけどね。なのでまあまあこれが一つおすすめなんですけども、もちろんもうルフィでも全然いいと思います。こっちだな、うん、これで元戻りましたね。まあ今は正直黒ひげにこのセットでつけてるんで、スキル1の短縮ついてないんですよね。ただまあまあスキル2の短縮があるんでいいんですけども、このねスキル2の方が圧倒的に黒ひげのスキルとしては強いと思ってるんですよ。だからスキル2を優先して短縮したいんですけど、だったらねもっといい方法が実はありまして、この3人ついてるメダルがそうなんですけども、このクマとモリアと、まあ、サーモ、このサーモはね何でもいいんですけど、革命軍っていう枠が欲しいんですよ。これね、すごいんですよ。クマだけね、ちょっと特殊で、オーカ七部会でスキル2の短縮と、こっちの革命軍もスキル2の短縮が入るんですよ。でね、これは別扱いなんですよね。別タグ扱いなんで、ここ見てください。ね、革命軍スキル2のクールタイム。で、オーカ七部会もスキル2のクールタイム。でスキル、回避のクールタイムもあって、スキル1のクールタイムもあるんですよね。だからこのメダル一覧で見た時に、スキル2のクールタイム短縮 28% なんですよ。でスキル1のクールタイム 14% 回避もあると。でこの個々のメダルが吹っ飛ばした時体力 3% 回復で、この自チームの味方メンバーが KO された時体力 1% 回復と、これを黒ひげにつけたらどうなるかと、ね、スキル2が 28% 短縮で、スキル2は吹っ飛ばし効果あって体力回復も兼ねてる、で敵を KO したら黒ひげは体力回復も兼ねてるっていうね、めちゃ強おすすめセットが一つありますで、これね、なぜこのサブメダルをつけてるかというか、まああとねサブのメダル2つあるんですけど、単純に1つは持ってないっていうのと、もう1つねサブのメダルがあるんですけど、こっちのタイプね、こっちの方がタグ自体は多いんですよ。でもこの組み合わせの時はどっちでも一緒なんですよ。どっちでも一緒の時どこ見るかってここなんですよ、こういう特性ね。で自チームのお宝エリアにいるとき受けるダメージが 5% 減少する、まあディフェンダー向きですよね。ということは黒ひげはこっちの方が組み合わせがいいと。でもう一個の方とかで言うと、まあ燃焼状態の敵にダメージを与えたとき与えるダメージが 5% 増加する。だからエースとかそんなにつけるんだったら、サボとかにつけるんだったら、この組み合わせがいいかなっていう感じですかね、っていうのがまずまた一つですよね。でね、他にもまあ、おすすめはいっぱいあるんですが、そうですね、まあまあまあこれもねちょっとここだけ弱いですけども、これだったらこれ、この組み合わせがいいですよね。はい、このタグね、もうびっしりタグが一緒だだかぶりっていうね。で、まあ、スキル1のクールタイム 20%、 スキル2も 20% で回避が 10%、 これはまあいい組み合わせですよね。はい、
こういう組み合わせもあるんですが、このピンクのメダルってイベントメダルなんでね、今からじゃ手に入れられないとかそういう事情もあるので、やっぱりねこっちの黄色というかね、オレンジ金色のこのメダル、いつでもまあまあキャラさえ、まあ、キャラ最悪持ってなくても、まあ、誰かが連れてきてたら、メダルの素材をねゲットする可能性は確率であるんで、まあまあ諦めずコツコツやることですよね。はい。でまあメダルね2つしかつけれないよっていう状態やったら、まあ、もう全部完璧にはもう正直無理なんで、まあ、こういうね最近のイベントメダル、このこういう組み合わせとかでも全然いいですし、まあタグ3個かぶりゃもうええかなって思いますけどね、まあ、これはちょっと少ないんですけども、昔イベントで育ててしまったんでね。でそうですね、組み合わせとしてはやっぱりもう2つしかなくてもルフィとルフィとかで全然もう怠りるんじゃないですかね。はい、5個の重複ね、こうやって、まあ、これだけでも十分かなと。まあただまあスキル1の回復は見込めないので、まあ、あのキャラによりますよね、スキル1が強いのかスキル2が強いのかってキャラで違うんで、ここがねまたメダル組んでて面白いところというか、まあスキル1だから強くしたいんだったらここをね、まあ例えばアルビだとかそういうブロックにまあ変えてあげればもう重複しますから、スキル1もスキル2も 14% 回復増加、回避クールタイム 7% 増加っていう感じですね。はい、他にも全然2つやったら組み合わせようがあるんですが、3つの枠のばっかりやないな。まあこういう組み合わせとかしてる、あこの2人これもイベントメダルやねんな、まあ、この2つね、こいつらはあんまり気合うやついないんですよ、このねもうこの2つしか合わないんでね、もし持ってる方はねこれ別に強くして2つセットでつけても全然いいんじゃないですかね。はい、というわけでですね、まあメダルはね全然いろんな組み合わせあるんで、別に小柳が今回言ったパターン以外も、もう数多く無限に組み合わせ存在しますし、まあ、何がいいかどうかって自分が使うキャラによるんで、まあ小柳のおすすめをそのまま自分が使ってるキャラにつけたからといってそれが最善ではないかもしれないけども、まあルフィルフィルフィの組み合わせとルフィルフィでスキル1を重複させるような組み方は、まあまず間違いなく強いしタグ数が多い、必然的に多くなりますね。まあ、ルフィのメダルはもう優秀なんで、どれでもね基本的には育てていてほしいなとは思うんですが、例えばねこのさっき言ってた、まあ、2年後あとスタンピードで何やギアフォールフィは確かにタグが、1,2,3,4,5,6 個あるけども5個しかないこれねとか、ナイトメアとか5個しかないっていう微妙な違いが実はあったりするんで、そこら辺はまあ全然これも全然使えますよ、この2つね。ただまあまあどうせ育てるんやったら2年後とかねあればそっちの方を優先して育ててみてください。はい、ともう一つねちょっとお話ししようと思ってたことがありまして、それはですね、ゲッタ、まあ小柳最近黒ひげとかシャンクス使うこと多いんで、まあ、アタッカーだったり、ディフェンダーっていうのをよく使う形になるんですけども、まあ、ゲッターを最近使わなくなったんですよね。でまあまあウィークリーミッションのためにねゲッター連れていくぐらいで、メインとして使ってるキャラはほぼいなくてですね、まあ何が言いたいかというと、
まあ、ゲッターがそばにね寄ってきて助けてくれた時に、まあ抜くスピードももちろんアップするじゃないですか。でそのまま抜いてしまうんじゃなくて、ゲッターに旗を譲った方がいいんじゃないかなっていう余裕がちょっと出てきたんですよ、心にね。でその時にじゃあどのゲッターやったら譲ったら効果あって、どのゲッターやったらそば抜き切った方がいいんかとか考え出したらもうキリなくてわけわかめーってなるんで、まあゲッターやったら全部譲ってもとりあえずね一旦わからんかったらいいかなって思うんですけども、やっぱり自分のスコアとかもね皆さんもちろん大事だと思うんですよ。自分のスコアによって試合負けた時にとか、まあ、勝った時も頑張りボーナスとかついてスコアの変動がね大きくなるんで、まあまあわざわざねゲッターに旗譲るのが正解じゃないんですけども、試合展開良くしたかったら時にはまあ必要かなっていうことも最近考え出して、じゃあキリないやんってなるんで、とりあえずゲッターで見ましょうか。例えばブルックが近くにやってきた、ブルックに旗譲りますか、譲らなくていいですっていうのは、こういう特性をわーってね見てキャラの特性を知ったらいいんですけども、ブルックって別に自分が旗抜いてもメリットってないんですよ、ほぼほぼっていうかないんですよ。で例えばエースね、で例えばナミとかこのドフラミンゴとかはあるんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、この特性に書いてますけども、自分がお宝をダッシュした時スキル2のクールタイムを 30% 短縮とか、特にナミとかはねめちゃくちゃ意味があって、お宝ダッシュした時スキル1のクールタイム 30% 短縮しますし、残り時間60秒以下の時に旗譲ってあげたらお宝初期ゲージがもうね普通よりちょっと多いと。で2年後チョッパーとかもそうなんですよね。体力が 70% 以上の時、自分がお宝をダッシュした時のお宝ゲージ初期値増加すると。であとはねだいたいスキル1かスキル2の 30% 短縮とかなんですよ。でこいつは何もないと。だから霊獣にも譲らんでいいんです、ぶっちゃけね。ただゲッだってねどうしてもスコア稼ぎにくいんで、優しさでスコア稼ぎさせてあげますよっていうことだったら譲ってもいいとは思います。はい、そんなね心に余裕がある人ばっかりやったらいいんですけどね、リーグバトルとかでね。まあまあ現実はそうはならないし、小ヤギも別に本当に譲るのは1割ぐらいです。本当になんか余裕ある時に急に思いついて、あやばいドフィーやん譲らなみたいなだけで全然抜き切ってます。動画見てもらったらもうほぼ小ヤギ黒ひげで抜き切ってるんで、偉そうなことを全然言うつもりもないですけども、まあメリットがあるっていうことだけは知っといていただいてもいいかなって思うんですよ。でドフィーとかやったら例えばね自分がいるお宝エリアに味方がいない時に自分がお宝ダッシュした時のお宝ゲージ初期値が増加するなんで、もしもねギリギリで譲ってあげて回避してもねよく分かってないドフィーさんはパンってそのままエリア内にいるけども抜いちゃったりするんですよね。それはもう無意味なんですよ。どっちが抜いてもよかったやんって。じゃあもう回避も使っちゃったし時間差もあるしもう無意味やんってなっちゃうんで、結構ねもう旗ちょっと自分がサークルから出れるぐらいの余裕を持って回避すると。でねそんなことだからやっぱり考えてたらもうわけわからなくなるわってなるじゃないですか。だから一応ねまあまあこの動画を見ていただいた方はちょっとだけ知識として入るわけなんで、まあまあちょっと思い出した頃にねやってみるぐらいでいいと思います。はい、でまあまあこのねお気に入りってしてるのが一応譲るべきキャラなんですよ。だからこのロビンとか、まあ、ヤソップでこの頂上決戦のルフィとか、まあ、ここら辺もですねアルビダとかこれも多分短縮なんですよね。自分がお宝ダッシュした時スキル2のクールタイム 30%、スキル2のクールタイム 30% ね。でこれ何もない。
でスキル2のクールタイム 30% とかそういう感じなんですよ。まあこんなん連れてくる人もういないですけどね。でもこの動画を見てる方が何リーグにいるかなんてわからないんでね、まあこれもスキル1 30% とかあるんですよね。意外とマルコとかは譲っても意味ないと。はい、これもですね、スキル2、クールタイム 30% とか、こんな感じで、はい、スキル1、あるんですよ。ここもそうですね。まあまあ、一応ね、まあ一応ね、与作さんも意味あるよと譲ってあげて、でヘルメットもですね、で一周してきました。はい。というわけでですね、ちょっとでも参考になればと思って今回収録しております。本日のね動画は以上となります。はい。でね、まあ次ぐらい、まあまあどうなんですかね、今ダイヤが一応95個あるのかな。だから私ガシャ出てしまいましたね。これは引くつもりはないんですが、そうですね、このガシャ引くかどうかわからないんですけども、ガシャポイント120まで溜まってるということで、まあまあ11年あと3回引きゃね、だからダイヤがまあ150個いるから今ちょっと足りてないんですよね。だから溜まり次第回して、まだそれがガチチャレンジの期間中やったらね、当たった方ね、ポイント報酬で当たった方を連れていきたいなとは思ってるんですけども、ちょっとね課金しな、まあ間に合わんかなっていう感じですよね。はい。まあ今のところちょっとガシャのんびりやってるんで、まあ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 、こっちもね、引きたいんで、まあこっちやったら、ダイヤね、すぐ溜まるかな、120個なんでね、溜まるかなと思うんですが、ガシャポイントが今度は足りなくなるんで、まあそこら辺うまいこと調整してやっていけたらなと思っております。本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。小柳でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。